夜が来る時、私は手の中の刃で正義を守ります。私の魂を持って、世の中の全ての罪と交換しよう。 悪の勢力が広がって今すぐ迷惑を完成させなければならない。太陽と月と星を目撃せよ。この前の方と契約を結びたい。これからは生と死が一緒で共にアトラス帝国を守る。 我々はトラブルを起こさない。恐れも何もない。全ての人があなたを理解したら、あなたがどれだけ普通になるでしょうね。強者が黙ってるだけで弱者が表現する権利がある。 待ち伏せがあるから。 毒1本と不老長寿の薬1本と、 どれを飲みたい？ Thank you.
あなたの素質はとても高い。剣術を教えてあげましょう。
毒一本と不老長寿の薬一本とどれを飲みたい？私は隠れた金持ちですが、まだ自分のお金を見つけていませんね。毒一本と不老長寿の薬一本と、どれを飲みたい？
私は隠れた金持ちですが、まだ自分のお金を見つけていませんね。私は隠れた金持ちですが、まだ自分のお金をつけていませんね。強者が黙ってるだけで弱者が表現する権利がある。
行こう。私たちはできるだけ早く神聖なドラゴンを見つけて契約を結ばなければな。もうすぐそこで神地の書が案内する場所はこの先だ。グリーセリューを見つけるぞ。リピアルはシープ。まあそんな単純な話じゃない。彼女のために私は突然行きたいと思ってしまった。彼女のために私は突然行きたいと思ってしまった。これは士族の陰謀なんです。殿下はぜひお気をつけてください。
こう。私たちはできるだけ早く神聖なドラゴンを見つけて契約を結ばなければならない。私は指導を受けますが、視点は受け入れられませんね。私は偉大な冒険家を雇って、あなたと一緒に旅行することを提案します。私は偉大な冒険家を雇って、あなたと一緒に旅行することを提案します。